大鳥さんから荷物が届きました、ありがとうございます。じゃじゃん、なんかストーブ、すごいいいキッチンに合う可愛らしいストーブをですねいただきました。大鳥さん、ストーブありがとうございます。この寒い冬には本当に必要なものでございます。一昨年か去年ですね、私お風呂入ったらなんかボイラーが壊れてて水風呂で入ったんですよ、冬なのに。もうすっごい寒くて、でもどうしようどうしよう、うち何も暖房器具ないしと思ってね、こたつの中にこうやって潜って震えながらね温まったって記憶があるんですけど、でもボイラーが壊れても大丈夫、大鳥さんからいただいたこのストーブがあれば水風呂入った後ここで温まれるということですね、ありがとうございます